中盤戦第4レーススタートしましたチャレンジ選抜競争です。4番の横内宏斗前を取っています。追っていくのは3番の明星春道、準決勝同様連携する愛媛コンビです。6番の竹本茂が3番の明星の外当たり、3番手早くも小竹上昇、3周目打昇の周回、横内が内側抵抗しますが、外から1番小竹が不当するが、1センター内側が作っていく、4番の横内が作っていきます。5番の寺本がうまくここ地元2人を呼び寄せました。6番で一旦下がった竹本はどうするか、7番の中村平野、外側がスーッと追い上げてきますが、竹本が狙ってくるかどうするか、地元勢の後ろ、寺本の後ろ、2番車の広野キーが竹本の7番下がりました。ホーム強引に叩き返した、小竹が先行、中村割り込まれた、愛媛勢が2、3番で割り込んでいる、4番横内、3番明星、7番中村広野、4番立て直せるか、5番の寺本、2番の広野、6番の竹本、7番手、7番手が竹本を まくっていく、番手から4番の横内が番手まくり、しかし小竹が抵抗する眼光状態、これを6番の竹本は7番手がまく、さらに4番手が7番の中村広野、ただし勝負、4コーナーが直線、1番小竹、4番の横内、両者眼光状態、3番の明星が一気に突き出る、2着どうか、142の2着争い。